ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はブックオフで見つけてきたこちら、ミニフィグコレクションケースです。価格は1550円だったんですが、未使用品っぽかったので追加してしまいました。これまでにも色々なミニフィグケースを紹介してきましたが、今回はなんと、持ち運びができるケースになってます。ということで、これやっぱり未使用ですね。めっちゃ美品です。こういう廃盤のものが未使用でゲットできた場合、開けないで、大切に保管しておくのがベストです。ですが、このレゴラジ動画ではそんなことは気にせずじゃんじゃん開けていきます。だって、どうなってるかみたいじゃん。こちらのケースは2010年リリースです。高値で取引されることはないんですが、現在、国内ではあまり見かけないミニフィグケースになっています。本当に美品、プラ板の部分の傷もないです。価格はそれなりでしたが、未使用品なら納得いく価格ですよね。蓋はマグネットになっています。それではお気に入りのミニフィグを入れてみましょう。いい感じですねー。さあ、もう一度見てみましょう。すみません。昨日の動画で使ったドロイドを、片付けてなくて、そのまま使いました。わら。でもね、お気に入りのミニフィグなのでいいでしょ？ちょっと色が地味なんですが、こんな感じになるよってことで、お許しください。こんな風に落としちゃっても大丈夫。下に向けても、ちょっと振っても落ちません。これなら、ちょっとコンビニに行く時でも持っていけますよね。大事なミニフィグはいつでも持ち歩きたいですかからね。ということで、今回はちょっと昔のミニフィグケースでした。本日もご視聴ありがとうございました。